ドラゴンクエストウォーク。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャ引いていきます。はい、ピサロ装備ガチャのピックアップ武器極炎の体験2本目、こちらをですね狙っていく行って、まあ、ガチャを引こうと思います。はい、昨晩ですね、こちらのピサロ装備のガチャですね、ジェムを投入して引いたところ、はい、10連目でですね、見事出ました。まあ非常にね、ラッキーでしたね。ということで、まあその、こちらですね、前回の福引き結果、はい、極炎の体験、いただきました。まあ最初のね、10連で出たっていうのはすごい良かったですね。ということで、ちょっと今回は、まあその続きということで、2本目、行きたいと思います。はい。昨晩のね、10連目で出たんですけれど、とりあえず今回は、まあ、上限100連までで行きたいです。まあ理想としてはですね、もう、100連行くまでに、出ればいいんですけれど、まあちょっとね、まあ配布チケットも一応あるんですけれど、とりあえずここは、はい、ジェム使って行きます。というわけで行きましょう。はい。はい、金色宝箱が一つで空の演出がなしなのでこれは厳しいですね。外れっぽいですね。はい、まあ仕方ないですね。まあ10連でね、出たんで勝ち逃げするっていう手もまああるっちゃあるんですけれど、まあとりあえず2本、複数運用は十分ありの武器ですので、はい、このまま2本目狙っていこうと思います。はい、流れ星1個はちょっと弱いですね。銀色宝箱だけでということで、はい、ちょっと相性、流れがね、悪い感じですね。ちょっと一度、はい、外に、出ましょう。外に出てですね、ちょっと一回だけ、戦闘していきたいと思います。はい、昨日ね、ゲットした極炎の体験、まあ、どんな感じかっていうのを、まあ、お見せできるんじゃないかなと思います。はい。まあ、この敵ならね、一旦で、倒せると思います。極炎の体験のいいのはですね、はい、敵キャラにですね、悪魔系のキャラが含まれているとですね、こちらが先制できるというものです。まあもちろんダメージもね、大きいんですけれど、はい。先制できるというのはね、すごい大きいですね。相手の攻撃食らうとね、時間かかりますからね、ということで。はい、ということで、まあ一度対戦をして、流れが、少し変わったことを、まあ、願いつつですね。はい。では行きましょう。ピサロ装備。30連やったので、はい、40連目行きましょう。お願いします。どうでしょうか。はい。金色宝箱が1個で、お、オーロラ流星来た。これはいい流れ。カットインはなし。虹色は1個だけ、ちょっと寂しいですね。はい。オーロラ流星と、ね、空の演出は最高だったんですけれど。はい。はい。どうでしょうか。そろそろかな。はい。お願いします。2本目。まあちょっとね、ピックアップ武器なかなか出ないんですけれど。お、ピサロコート下、いただきました。ということで、これで頭が出れば、コンプリートということになります。はい。まあでもね、コンプリートよりはやっぱり武器が欲しいです。はい。ということで、ピサロコート下、いただきました。行きましょう。はい。50連目です。はい。お、虹色がすでに1個あります。はい。これはラッキーですね。お、しかも、カットイン来ました。4分の1で、2本目をいただきます。虹色がね、2つぐらいあったかな？はい。ぜひですね。はい。もう、とにかく武器が欲しいです。4分の1で武器。お願いします。来い！あー。じゃあもう一個の方にね、ピックアップですね。はい。目玉焼き。さっきいただいたの、虹色は目玉焼きでした。はい。こっちがピックアップです。お願いします。来い！あー。鎧の下の方でした。ねえ、ちょっと残念でしたね。はい。せっかくカットインが来て、ピックアップ確定が決まったんですけれど。はい。まあちょっと残念ですけれど、まあピックアップ来たのは良しでしょう。はい。ここはね、星5確定になります。はい。はい。金色宝箱が2つで、オーロラ流星。ということは、はい。虹色がたくさん期待できるかな。はい。3つか4つぐらいありましたね。はい。はい。
とりあえず3つは確認しました。はい。はい。はい。クリスタルクロー。お、あ、じゃあ4つですね。はい。あ、バトルシールド。はい。あと2個あったと思います。ちょっとね、虹色宝箱が結構出たのに。あー、3つ。はい。SP ばっかですね。はい、最後。お願いします。来い。はい。全部 SP でしたね。はい、今回ね。虹色が来たんですけれど、ルーンバクラ、クリスタルクロー、バトルシールド、王宮魔術師ローブということで。いやー、4つもね、虹色出て、これですかという感じですけど。はい。お願いします。もう一個行きましょう。まあ、悪くないですね。黄色宝箱が結構多くて。はい。空の演出はそこそこ。で、ちょっと、はい。はい。ちょっと邪魔が入って、虹色宝箱があまり確認できなかった。確かね、1個だけだったと思います。ということで、スキップしましょう。ですよね。はい。虹色宝箱、虹色宝箱2個あったんですね。こちらは、確か持ってたかな。グレンの方位下。はい。すいません。はいはいはい。まあまあ、とりあえず、行きましょう。次は何連目かな？はい、80連目です。はい。はい。まあ、流れは結構悪くないですね。虹色宝箱結構出ますかね。これ銀色宝箱だけなので若干厳しいけど、はい、虹色1個いただきました。はい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 。次ぐらいかな。お願いします。まだか。はい。武器お願いします。はい。残念。極炎の体験。2本目がね、1本目はすごいね、サクッと出たんですけれど、2本目が、なかなか、苦労してます。はい。はい。今回は空の演出なしなんで、ちょっと厳しいかな。虹色は、なしですね。はい。虹色なしです。はい。ということで、最後。一応今回、最後ですね、100連行きましょう。ピックアップ確定なんで、はい、モモンジャのカットインがあります。4分の1で武器。ここで武器が出てほしい。オーロラ流星来ました。はい、黄色宝箱2つ。はい、カットインは決まっている。虹色は最後だけか。はい。ピックアップ、はい、ピックアップ枠だけでした。ちょっと残念ですね。寂しいですね。はい。ちょっと、ね、ここで、ぜひ武器が出てほしい。4分の1あたり、4分の3外れ、ある意味ね。はい。お願いします。4分の1来てください。はい。はい。お願いします。コート下が、ちょっとね、被りすぎですね。この100連で出たのが、コート下3つ、ピックアップ3つということで、ちょっとね、はい。結構、ある意味ですね、ちょっと残念な結果になりましたが、まあ動画を見ておられる皆様には、はい、幸運が訪れることを願っております。ちょっとね、もう100連また別の動画で回そうと思います。はい、そんな感じで今回は終わろうと思います。ではまた、おつ！